大福町をつける様子。1914年。大福町とは、江戸時代、明治時代の商家で使われていた帳簿の一種。大福町は、江戸時代に日本全国に普及した商業帳簿である。大戸張り、または本町とも言う。大福町は、家の繁盛を願った美少で、商家によって名称は異なり、大帆町や、 日下栄町といった美称も多く用いられた。帳簿を飽きなっていた江戸日本橋室町の鍵や聖座門が細い光沢風の書に優れ、表紙に大福町と書いた帳簿を売り出したのが始まりとされる。演技を担ぐ江戸の人たちに歓迎されたため、大福町という名前が普及した。大福町は多くは、掛け売りの内容、取引先別に記入する管理帳簿のことを言った。 売掛金の内容をくまなく知るし取引相手ごとに、口座を設けて、売上帳から商品の価格や数量を転記し取引状況を明らかにした帳簿で、商家にとっては最も重要な帳簿の一つであった。西の内上や美野市、半市を4つ折り20枚程度で一つずりにしたもので、不足した場合には付け足していた。また当時の商業取引は、掛け売りが基本であったため、 三井越後屋を代表とする、現金かけ値なしという新商法の台頭までは、大福町イコール売上町の機能を担っていた。ありがとうございます。